再生モアーはアメリカ合衆国ニューヨーク州オールバニ出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。投手部門と打撃部門の両方でリーグ1位を獲得した数少ない選手の一人である。1896年にイースタンリーグのスプリングフィールド球団からニューヨークジャイアンツに昇格する前は月1000ドルの報酬でニューヨークのセミプロチームでプレーしていたそうである。 一年目は11試合に登板し2勝4敗の成績だった。翌1897年に18勝を記録し、1898年には45試合に登板して25勝19敗の成績を残す。この年の脱参進数239はリーグ最多であったが、良し球数、良し球数、冒頭数も同じくリーグ最多という成績を残している。 1901年にジャイアンツからオリオールズに移った際、立っての希望から外野手へ転向し、今度は打撃の面で活躍するようになった。新シ品シキレッツに移籍後の1903年には342の打率を残し、1905年には219、アンダを記録、打率377、打点121で、首位打者と打点王の2冠を獲得した。 1906年シーズン中にジャイアンツに復帰した後は37歳になる1910年シーズン中までジャイアンツに在籍しその後イースタンリーグのボルチモアに降格したが40歳になった1913年にボストンブレーブスからメジャーに復帰し39試合に出場しているメジャーリーグ出場はこの年が最後であった1918年までは マイナーリーグのニューアークなどで投げていたが、次の年の1919 19年には野球を辞め、ニューヨークの造船所で働いていた。同年結核のため死去。数字の後のは記録不明箇所があることを示す。ありがとうございます。